はい、皆さんこんばんは。2020年の6月30日でございます。6月も今日で終わりでございます。時刻がもうすぐ6時でございますね。午後6時になります。5時58分でございます。いかがお過ごしでしょうか。今日もコーヒータイムやっていきたいと思います。今日はですね、こちらでございます、ハリオでございますね。で、下にはですね、新しく仲間追加しましたハリオのサーバーですね。で、もう上に乗っけて準備しております。さあ、ここでですね、今日のコーヒー豆でございます。今日のコーヒー豆こちらでございます。だんだん、はい、見えてきました。キャラバンコーヒーですね。ミディアムローストって感じですね。インドネシアマンデリンシバンダン G1 って書いてますね。インドネシアって書いてますね。インドネシアですのコーヒーでしょうかね。インドネシアって書いてますね。ここですね、インドネシア。はい、インドネシアでございます。はい、今日はこれを使いたいと思います。初登場でございますね。で、今日はですね、これでどうしましょうかね。これでしちゃいましょうかね。そうですね、こっちはあれが入ってますんで、どうしましょう。こっちでいきましょうかね。ですので、ちょっとお待ちください。大体こんな感じでしょうかね。はい、はい、今ね、午後6時になりました。6時のチャイムが鳴っております。はい、はい、こんな感じですね。まああんまり光ってはいませんね。これキャラバンコーヒーでございます。これでいきたいと思います。こっちの方はUCC のコーヒーが入っております。はい、まあ見てください、こんな感じですね。まあ、中引きぐらいですかね。はい、そして、お湯を注ぐわけでございますが、こちらのポットでいきますんでね。あ、ハリオでございますね。はい、いただきます。まあ最初は蒸らす程度で、前回もハリオでやりました。まあ、今回もですね、ちょっとハリオということでですね、まあ、カリタ持っていこうかなと思ったんですけどね、まあ、ハリオの方がね、美味しいコーヒーが出来上がると、まあ、カリタでもね、美味しいコーヒーがもちろん出来上がります。
しい仲間が増えましてですね、まあ、こうやって使っておりますけども、皆さんはどっちがいいですかね、まあ、ハリオとね、カリタ。あのキャラバンコーヒーっていうのはね、実はいたこのハリオではなくて、カリタでやってるんですよね。で、まあ、ハリオでやったらどうなるのかっていう、まあ、別にどうもならないですけどね。もうちょっと言いましょうかね。これで 下をご覧ください。いい感じに濃く仕上がってるんじゃないですかね。こんな感じでいい感じで仕上がっております。まあ2杯分ちょっと超えたところですかね。はい、コーヒーサーブを丸1って書いてますね。はい、でということで、出来上がりました。ちょっと多めですね。はい、それではグラスにコーヒーを入れたいと思います。氷ですね、氷を入れたいと思います。氷を入れました。で、氷なんですけども、ちょっと大きいのと小さいのといろいろとございましてですね、まあ、こちらを混ぜ入れております。はい、それではここにですね注いでいきましょう。はい、出来上がりました。はい、今日のコーヒーでございます。出来上がりです。キャラバンコーヒーでございます。ご覧の通りこうね、光を当てますとですね、こう鮮やかな、いい氷がね、いい感じに反応してるんじゃないでしょうかね。いい色に染まっております。はい、では、このまま、どうしましょうかね。このまま行きましょうか。ブラックでいきたいと思います。ではいただきます。はい、とても美味しいでございます。はい、ということでございまして、それではここで今日のお菓子いきたいと思います。今日のお菓子でございます。こちらでございます。セブンイレブンでございます。ピーナッツと深掘りアーモンド入り、深入りですよ、深入り、アーモンド入りダブルナッツチョコ、もうちょっと大きいね、ちょっと大きいです。これをいただきたいと思います。ナッツチョコでございますね。これでございますのでね、甘いっていうか、ピーナッツアーモンドが入ってますね。まあカカオってことは、まあ、チョコレートってことになります。これをいただきたいと思います。まあ、こういう風になっておりましてですね、中見てください、こんな風になっています。で、一つだけ取り出していきたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ、チョコレートがね、かかっているということでございます。では、いただきます。うん、アーモンドチョコレートですね。これは美味しいですよね。まあ、チョコレートとね、コーヒーはね、味噌に合います。はい、コーヒーも。まあ、非常に美味しいですね。コーヒーがまた合いますね。
ついただきます。これはね、まあチョコレートなんで普通に合いますね。うん、ということでございました。はい、今日はですね、こちら、ピーナッツと深入り入りダブルナッツチョコ、こちらをね、コーヒーのお供としまして、コーヒータイムをとしてコーヒーをいただきました。今日はこのぐらいにしておきます。またやりますのでよろしくお願いいたします。今日はこの辺にしておきます。ご視聴ありがとうございました。